日の限りの寿司の自慢の終わり、いつも焦げ付かせる音がなく熱を熱感じるのきっと世の中かかる瞬間に芽生えた目覚めた恨みのたたまに変に見せてあげて、本当の主どこにいるの、私何のフランシスカ。目覚めた目覚め恨みのたたまにけど